はい、プレボールドーム野球人です。横浜 DeNA 太田大使獲得調査、その他複数球団で争奪戦へということでございまして、日ハムもですね、フリーエージェント、自由契約となっておりました太田大使選手なんですが、どうやら横浜 DeNA が調査に出ているということが判明いたしました。気になるところではあるので、まずは記事から読んでいきましょう。はい、横浜 DeNA が元日ハム太田大使を獲得調査。 DeNA が日本ハムを自由契約となった太田大使外野の獲得に動いていることが8日分かった。三浦大輔監督就任初年度の今季は6年ぶりの再開、投手改革とともに補強ポイントである長打力のある右打者に合致した。24年ぶり日本一へ巻き返すための大きなピース、東海大相模時代を神奈川で過ごした実績十分の太田獲得へ今後の交渉に全力を注ぐということでございます。はい、ということで DeNA がね、太田選手ちょっと意外でしたね。あ、そう来たかというところでございます。考えればね、確かに東海大系列ということで、神奈川には縁がある選手ということですよね。でさらにですね、自由契約になった直後から水面下で調査を開始していたということなんで、虎視眈々と狙っていたということでございます。では太田選手ね、今年の成績とともにどういう選手だったかというところを振り返っていきましょう。はい、では見ていきます。太田大志選手、プロ13年目の選手です。出身地は広島。1990年6月9日まで31歳188センチ、94キロポジション、外野右投げ右打ちの選手です。2008年ドラフト1位指名で巨人に入団いたしました。年俸は今季1億3000万円。巨人ではですね、2軍で活躍するものの、なかなか1軍では出番がもらえず苦しんでいたが、16年オフに日ハムへトレード。移籍後はついにその才能が開花し、9年目で初の規定打席に到達。そこから走行し揃った外野手として4年間レギュラーとして活躍。しかし5年目の今季は大不振に陥り、スタメンを外れることが多くなり、ノンテンダー FA という形でオフに自由契約となっておりました。はい、ということで、本当にね、日ハムに行ってからは大活躍でございました。去年までね、バリバリ働いていた選手なんで、今年1年ダメだったというところでね、リリースされてしまったので驚きはありましたが、で成績も見ていきましょう。 NPB 通算はですね、770試合で2割6分1厘、640安打、75ホーマー29盗塁、オーベス 0.719 という成績でございます。はい、そして1軍のね、今季の成績、76試合2割4厘、39アンダー3ホーマー、OPS が 0.556 ということで、見るからに不振ということですね。で、2軍では29試合で2割4分1厘、27アンダー6ホーマー、OPS 0.751 ということで、めちゃくちゃ打ってるわけではないんですが、2軍ではそこそこね、打っているということでございます。はい、この太田選手なんですが、今回横浜 DeNA が獲得調査ということでございます。でさらにですね、複数球団が興味を示しているということなんで、争奪戦になってくるのかなっていうふうに思います。なかなかね、ちょっと西川選手がね、先にちょっと調査っていうことが出たので、太田選手大丈夫なのかなっていうふうに言われておりましたが、やはり右の大砲候補ということで需要はあったようですね。はい、しかしですね、 DeNA に果たして彼が必要かというね、声も結構ありまして、ね、外野陣、そこもね、確認していきましょう。はい、では横浜 DeNA の外野ということでございまして、見ていきましょう。 DeNA の主な外野手で、黄色はですね、太田選手と同じく右打者というところをね、強調しております。で、オースティン、桑原といったですね、右の、スタメンですよね。ここら辺はレギュラーと、そして左でもですね、佐野選手がバッチリレフトを守っております。このね、3割打った3人っていうのは、間違いなく来季もね、バリバリやってくれるかなっていうふうには思いますので、スタメンはガッと固まっていると。で、そこで控えに回ってるですね、関根、上里、楠本ですね。ここの左、ですね、一軍主将も非常に多くなっております。一軍ではですね、そこまで存在感がない選手もいるんですけど、二軍では概ね好調ということでございます。で、海老名選手、細川選手はですね、太田選手と同じく右の選手でして、彼らは若いので、まだそこまで一軍の実績っていうのはないんですが、二軍では圧倒的な打力を例年ね、残しているということでございます。こうしてみるとですね、やはり、DeNA の外野は飽和気味のようにも感じられますよね。結構ですね、控えとスタメンの差が大きいんじゃないかっていうふうに言われているんですが、そもそもですね、スタメン3人でこれだけいい外野揃っているチームっていうのはなかなかないんじゃないかなっていうふうには思うので、
まあそう考えるとですね、やっぱ他球団見渡しても DeNA の外野っていうのは、どちらかといえば豊富な戦力は整っているかなっていうふうには思うんですよね。ではなぜ太田選手を取ることに、なりそうなのかと言いますとですね、個人的にはなんですけど、トレードも実は考えているんじゃないかなっていうふうには思います。先ほどね、出した選手で、スタメンじゃないね、控えの選手の中からですね、誰かトレードをして、投手か、捕手かわかりませんが、取ってくるんじゃないかなっていうふうには思っております。というのも、やっぱね、市場を見てもですね、今年は戦力っていうのがそこまでね、特にピッチャーですが、出てきてないということで、また選手にはね、言ってるんですが、取れなかった時はですね、太田選手取ってきて外野を補強しつつ、トレードで、違う選手を取ってくるというところにね、なるんじゃないかなっていうふうには考えております。で、太田選手を取ることでですね、いろんな選手を取る可能性が増えるので、選択肢は増えますよね。なので、戦力がですね、上がる可能性っていうのは十分にあるかなっていうふうに思います。あくまで私の憶測の話なんですが、でも、太田選手を取るっていうことはそういうこともね、作戦の一つにはなってくるのかなっていうふうに思いますので、取れるかどうかっていうのはわかりませんが、そういう動きがあるかどうかにも要注目かなっていうふうに思います。はい、というわけで、こちらは以上です。続いてはですね、DeNA だけじゃなくですね、複数、球団が調査しているということなので、そこもちょっと予想していきましょう。はい、では DeNA 以外の候補ということで見ていきましょう。まず、一つ目は広島ですね。ここはですね、記事にもなっておりました日刊現代なんで、どこまで信憑性があるかっていうところではあるんですけれども、それを差し引いてもですね、やはり地元ですし、鈴木誠也選手いなくなって一番必要な球団の一つかなというふうには思いますね。はい、そして巨人ということで、西川選手を調査しているんですが、右のね、外野手が非常に少ないので取る可能性っていうのはやっぱあるのかなっていうふうに思います。ただですね、巨人が調査しても複数球団ねオファーがあった中で、太田選手がわざわざ古巣でね苦しんだ巨人に戻るとはちょっと思えないんですけれども、ただ今回ね複数球団の中の一つとして挙げさせていただきました。はい、であとはパリーグでは西武、オリックスあたりもね、濃厚なんじゃないかなっていうふうには思います。で、特にですね、広島、西武、オリックス、あたりはですね、野手っていうところで、新外国人選手の、依存度っていうのは結構高いかなっていうふうには思います。そうなればですね、オミクロンの関係で入ってこれるかわからない、入国が遅れるかもしれないっていう中で、太田選手をね、保険として取っておくっていう、選択肢は十分ね、あるかなっていうふうには思いますので、そういうところも含めてこの4球団挙げさせていただきました。はい、というわけで、これだけねちょっと複数球団調査してくるっていうなったらですね、年俸はそこまで下がらないんじゃないかなっていうふうには思います。DeNA 入れてもですね、結構な数の球団と年俸が1億3000万円ということなんで、さすがに1億円は切るかなっていうところなんですが、思ったよりその5000万円で取れるとかじゃないかなっていうふうには思いますので、ここのね年俸のラインがどうなるかっていうところもね、興味はあるかなと。はい、皆さんね、どの球団に行くか、私が挙げた球団以外でもね、ここじゃないかというところがあれば、ぜひね、コメントしていただければ嬉しいです。はい、というわけで今日は以上です。最後にですね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットへの反応を見ていきましょう。代打ならありじゃねとは思うけど、絶対中日とかの方が補強ポイントを合致しているわということですね。そうですね、やっぱちょっと、どうなんだっていう声はありますね。出るところがそもそもないんじゃないかということで、特にですね、中日ですよね、ここが補強ポイント合致してるっていうのは本当に事実でして、ただですね、やっぱ複数球団ですね調査してるっていうことなんで、なかなかね中日が手が出る金額にはならないんじゃないかなっていうふうには思いますので、そういうこともね込めてさっきの、候補球団の中からは外したんですが、DeNA 以外にも、マッチする球団はあるのは事実かなっていうふうには確かに思います。はい、こちら見ていきましょう。佐野の外野守備に我慢ならなくなったからファーストに回す可能性ある。外との併用かなということですね。これもちらほらね意見あったんですけど、可能性はありますよね。佐野選手レフトの守備とはいえどですね、やはりゆでたるかなり低いですね。守備でマイナスを叩き出しているので、そこまでねちょっと、成績もね、全体的に伸びていないかなっていうふうには思います。本職はファーストなので、そっちにね回した方が打力的にもねいいんじゃないかっていうところ
ところもありますので、まあこの可能性は十分にあると。外もですねちょっとやっぱりですね成績落ちてきて来季ね全部任せて大丈夫なのかっていうところはあるので控えに回る可能性もあると。まあずっとねそのフォーメーションでいくかわからないんですけど一つの、まあオプションとして佐野ファーストっていうのは全然あるかなというふうに思いますし、そうなれば外野がねレギュラーポジション1個空くので太田選手をはめることができるということでございますので、まあそういうね考えもあるのかなっていうふうには思いました。まあとにもかくにもですね太田選手を調査しているということなんで、来る可能性は、まあ、十分あるかなというふうに思いますので非常に楽しみでございます。では今日は以上です。よければチャンネル登録高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。